アックの69、平野の仕様、神宮寺勇太、リーハタとの豪華4ショットが、名古屋の後輩胸熱の声。日本のヒッツホップマックであるアックの69が、自身のインスタグラムを通じて、名古屋の後輩たちとの豪華な4ショット写真を公開し、ファンの間で話題となっています。この豪華な写真は、平野の仕様、神宮寺勇太、 リーハタとの楽しい瞬間を捉えたもので、多くのファンから熱狂的な反応が寄せられました。この記事では、アックの69と彼の後輩たちについての興奮に満ちたこの出来事について詳しく取り上げます。11月に入り、アックの69は自身の公式インスタグラムアカウントを更新し、驚くべき瞬間をファンと共有しました。 この瞬間は、名古屋市出身の平野市を、神宮寺勇太、そしてダンサーのリーハ畑をと共に過ごした特別な瞬間であり、その写真が SNS へで大きな注目を浴びています。アックの69は、この写真を次のようにキャプションつけました。ザ・ホープの楽屋裏には、名古屋の後輩も来てくれとったよ。いえちゃんありがとう。 この一言で、彼の後輩たちへの感謝の気持ちと、この出会いの重要性が伝わりました。この写真は、平野紫耀、神宮寺雄太、林畑とアックの69が楽しそうに笑顔を見せている瞬間を捉えたものです。 特に、平野耀と神宮寺裕太は、日本のエンターテイメント業界で非常に成功した若手俳優であり、彼らがアックの69との交流を公にすることは、多くのファンにとって嬉しい驚きとなったことでしょう。アックの69のインスタグラムのコメント欄には、ファンから、たくさんの感謝のメッセージが寄せられました。その中には、素敵な写真ありがとうございます。激アツです。 やなごやの、後輩胸熱です。ありがとうございます。といった熱狂的なコメントが見られ、この特別な瞬間がファンにとってどれだけ意味深いものだったかが伺えます。この写真は、日本の芸能界において異なるジャンルのアーティストと俳優が交流する場面を捉えたもので、ファンにとっては興奮の敵となりました。 名古屋の後輩たちとアックの69の交流がどのように始まり、何がこの特別な瞬間を生み出したのか、詳しく探ってみましょう。平野耀と神宮寺勇太、若手俳優の成功。平野耀と神宮寺勇太は、日本の芸能界で非常に注目される若手俳優として知られています。平野耀は、 1993年に名古屋市で生まれ、ジャニーズ事務所に所属し、キングプリンスをというグループの一員としても活動しています。彼はドラマや映画での演技力に定評があり、多くのファンから支持を受けています。一方、神宮寺雄太もジャニーズ事務所に所属し、キングプリンスへのメンバーとして音楽活動を行っています。 彼も俳優として成功を収め、数々のドラマや映画でその実力を発揮しています。アックの69と平野市を神宮寺雄太が共に写真に写る瞬間は、日本のエンターテイメント業界で異なるジャンルのアーティスト同士が交流する場面として非常に貴重なものでした。 この交流についてファンや関係者からのコメントは多く、それが SNS へで拡散された要因の一つです。リーハタ、ダンス界のスター。リーハタをこのフォーショットの中で特筆すべき存在です。彼はダンサーとして国際的に成功を収めており、その踊りの才能は数多くのアーティストに評価されています。 彼のダンスはエネルギッシュで洗練されており、多くのステージで見ることができます。リーハタがこの写真に登場したことは、日本のダンス界と音楽界における交流を象徴するものと言えます。彼の存在は、アックの69と他の芸能界のアーティストとの連携において、ダンスの重要性を再認識させています。 アックの69とリーハタヤの共演は、ファンにとっても、彼らの専門分野を超えたクリエイティブな交流がどれだけ刺激的で意味のあるものであるかを示すものと言えます。ファンの声、名古屋の後輩胸熱。この4ショット写真が公開された後、ファンからは多くの喜びの声が寄せられました。 特に、名古屋の後輩胸熱という表現が SNS 上で広まり、この特別な瞬間に対する感情が端的に表現されています。アックの69と名古屋出身の平野市耀、神宮寺雄太、そして林畑への交流は、名古屋にゆかりのあるアーピスト同士が共に活動し、 成功を収めていることを示すものとして、名古屋のファンにとって誇りであり、感動的な瞬間となりました。名古屋の芸能界、成功への道。名古屋は、日本の芸能界において多くの才能を輩出してきた場所として知られています。その中で、平野耀と神宮寺裕太は、名古屋出身としてその伝統を受け継ぎ、若干の年齢で早くから成功を収めています。 名古屋出身のアーティストたちは地元愛や誇りを大切にし、それが彼らの芸能活動に対する情熱を礼記しています。そのため、アックの69との交流は名古屋の後輩たちにとっても特別な意味を持ち、ファンにとっても心温まる瞬間となりました。 アックの69のインスタグラムで公開された名古屋の後輩たちとの豪華4ショット写真は、日本のエンターテイメント業界における異なる分野のアーティスト同士の交流を象徴するものであり、ファンにとっても驚きと感動に満ちた瞬間でした。特に、平野志洋、神宮寺優太、リーハタといった若手アーティストが、アックの69との交流を公にすることは、 名古屋出身のアーティストとしての誇りを示すものとして多くのファンにとって忘れられない瞬間となったでしょう。この出来事は名古屋の芸能界から登場をする若手アーティストたちが異なる分野のアーティストとの交流を通じて新たな才能と可能性を発見する場面として日本の芸能界において注目されるものでした。 名古屋の芸能界の成功と誇りは、この特別な瞬間によって再確認され、ファンにとっても新たな希望と刺激を提供しました。この交流が今後、彼らの芸能活動にどのような影響を与えるのか、期待が高まります。